発明家の日は、発明家の貢献を認識するために、国ごとに設定している記念日。すべての国にあるわけではない。発明家の日がない国では別の日に、協調の度合いを変えて祝われる。ビーローラースローアルゼンチンの発明家の日は1986年に制定され、9月29日に祝われる。この日は、ボールペンの発明家であるビーローラースローの誕生日で、ある。 ヘディ・ラマードイツ5県である、ドイツ、オーストリア、スイスの発明家の日は、周波数ホッピングスペクトラム拡散を1942年に発明した、オーストリア生まれの発明家で、ハリウッド女優でもあるヘディ・ラマーの誕生日の11月9日に祝われる。ベルリンの発明家で起業家のゲルハルト・ムーテンターラーが、この日を宣言した。発明家の日の運営組織は、 次のような目標を掲げている。セントイコールジェルジアルベルトハンガリー発明家の日は、1941年にビタミン C 合成の国内特許を取得したセントイコールジェルジアルベルトにちなんで6月13日に祝われる。2009年よりハンガリー発明家協会によって祝われる。モルドバでは発明家とイノベーターの日として1995年より、 毎年6月の終わりに祝われる。ロシアでは発明家とイノベーターの日として1957年より6月の最終土曜日に祝われる。太陽国の発明家の日は2月2日である。体内核が1993年2月2日に低速表面にエアレーターをラーマ9世が発明したことを記念して制定した。イギリスには公式の発明家の日はまだないが、 2014年に BT グループが初めて12月2日に一般に向けて発明家の日をアピールした。12月2日は特定の発明家とは関係がないように見えるが、同日は BT がイギリス国民の総意についての研究を公表した日である。これ以降、イギリスで発明家の日に関するアピールはなされていない。トーマス・エジソンアメリカ合衆国大統領の ロナルド・レーガンは1983年2月11日にアメリカ発明の日を大統領告示5013号で適切な式典と行動でこの日をアメリカ国民が祝うことを求めると宣言した。国家及び世界に膨大な貢献をしたとして上院行動決議140号で1000以上の特許を取得したトーマス・エジソンの誕生日である2月11日を アメリカ発明家の人下、ありがとうございます。